塩ラーメンを専門にしたお店に行ってきました。毎日仕入れる新鮮な魚のアラを一度火で炙り、丹念に炊き上げて取る出汁には、魚介の風味がぎゅっと凝縮してます。特製の塩だれとの相性も抜群。日ごとに変わるスープの味を楽しむことができます。ラーメン屋さん着きました。注文を決めになってください。ほら、変色が入ってる。ビスコットおにぎりが入ってるのと、ほらほらおにぎりがつくのね。おにぎりが入ってないのとあるね。そうそうそう。でも、おにぎりも売りなのね。そう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 。じゃあ、私それでいいや、おにぎり。だから、ほら、この中のスープの中におにぎりを入れると美味しいって書いてあったの。あ、本当。うん。あ、じゃあ。これ、2本だから、俺。これと。さすがだ、この頃ラーメン屋さんにはね、英語のメニューもあるんだよ。すごいな。いやいや。だから、サバだよね。あ、サバなんだ。で、これを最後に、あれでしょ、このスープの中に食べるでしょ。はい、おにぎり最後スープに。ですよね。はい、楽しみです。食べます。麺は細麺の、私細麺好きなんだよ。細麺いいな。はい、これは何か胡椒とかは。これはイワシ。イワシ、イワシ食べてみて。これもあるよ。これ麺が細くてさ、あ、俺ね、大なんだよ、このもの。ね、汁が透明で綺麗、すごく。すごく綺麗よね。すごい綺麗 ね。では、実食。さっぱりする感じね、本当にね。うん、美味しいね。ね、これでこれが生姜でね、食べると特にピリッとするのよ。またそれがいい、香ばしい感じね。うん。せっかく頑張って入れたのにね、録画ボタンを押してませんでした。すごい悲しい。ここに入れました。いろんな YouTube 出してるから、チャンネル登録よろしくお願いします。